池田雅くしゃく2軒の裏ぶれた胸割り長屋で戸口の腰高障子に明かりが映っているごめんくださいましな雪の積もったすげ傘を取ってお杉は声をかけた自分のとは思えないこわばったきつい声になっていて急にこうして尋ねたことを後悔したそれでいてこれでお菊さんの供養になると思った誰だ 構まねえから変なよ。少し間があって男の声が応じた。着物の雪を払って三尺の土間に入ったおすぎは会釈をしていった。東海道の辻堂から来たお杉と言います。伊助さんですね。ああ、そうだが。一まきりの板の間のむしろの上にいた伊助は酒を飲んでいたらしく 貧乏どくりを引き寄せたまま、うさんくさげにおすを見た。四重絡みの痩せぎすな男である。この人が、お菊さんの。あれこれ想像していただて男でも、白状そうな男でもなかった。安闘の傍らに、作りかけのつづらが置かれ、足の踏み場もないほど割りだけや削りだけが散らかっていて、漆の匂いもする。何の用だい おかしな人だな。陽気も言わずにじろじろ見回しているお杉へ、伊助は苦笑いしていった。あ、ごめんなさいな。二人は、それぞれの笑顔で互いに目を見合わせた。この人、綺麗な目をしている。初めて見る、澄んだ男の目だ。最終一原作、一への雪より。